皆さんこんにちは、森崎アリスです。ダイエット効果のある料理をちょっとしてみたいと思います。ぐいぐろいので食べたくなくなるっていう意味でダイエットに効果があるらしいです。っていうのは、今日使うものはこれです。青の食紅です。はい、でですね、これを使うことによってですね、青くなるじゃないですか。で、人間って青いものを見ると食べたくなくなるらしいんですよ。で、過去に、部屋中を青くして、で、青のサングラスをかけて、こう、全部が青く見えるようにして、30キロ痩せたっていう女性を発見しまして、で、じゃあ実際に、そのもの自体を青くしたら、食欲がなくなるのかっていう、実験をちょっとしてみたいなと思いまして、動画を撮りました。で、今日ですね、実験する食べ物は、卵だけしかない時に、私がよくご飯の上にですね、卵をかけて、その上に、水と片栗粉と、鶏ガラの素と塩コショウで作る、まあ、タレっていうか、まあ、天津飯みたいにして食べるんですけど、そのタレ自体を青くしたら、どんなグロさになるのかなと思ったので、ちょっと今日作ってみます。はい。ということで、皆さん、最後までお楽しみくださいませです。では、どうぞ。まず、まあ、さっき今作ったばっかりなので、ちょっと汚いんですけど、フライパンにお水を入れます。塩コショウをほんと適当にこう入れますね。重要なのはね、あれなんですよ。この鶏ガラなんですね、味は。なので、鶏ガラを、ほんと適当なんですけど、私いつも。結構目分量で入れちゃいます。で、混ぜます。あ、美味しい。この時点で味がもうできました。で、ここで登場するのが、先ほどの青い、はい、食紅ですね。おいおい。お、入れすぎ？入れすぎ？ちょっと様子見よう。はい。せーの。ぐるぐるぐる。うーわ。これは食べたくなくなるよなー。汚なー。あー。でも美味しいんだよな。なんだろうこれ。片栗粉ですね。水溶き片栗粉を入れまーす。あ、グツグツしてきた。いやー、なにこれ、どうしよう。とりあえずできました。いいな。よいしょ、せーの。うー、もうやだ、この時点で。あー、もう信じらんない。いやー、汚い。来ました。気持ち悪い。気持ち悪い。うわー、これは、うわ、ご飯も、うわ、ご飯も青い。おいしい。おいしいけど、気持ち悪い。はキモいよ、見て、キモい。うわ、やばいな、これ。ご飯がドラえもんの色。落ちてく、落ちてく、やだ。うん。おいしいんだったよ。うん。おいしいんだけどね。なんか、なんかすごいな。うん、食べる気はなくなるかも。罰ゲームみたいになってる。ああ。でも青ってすごい。食欲ほんとなくなる。今もったいないから食べてるけど、気持ち悪いもん。
持ち悪い。はい、完食これだね。うん、完食しました。気持ち悪かった。これ本当にでも毎日続けると痩せるかも。見たでしょ、青いんだよ食べ物が。気持ち悪い。ってことで、あのダイエット効果は絶対あると思います。まあ、とりあえず、はい、皆さんやってみてください。グロいご飯でした。またね、バイバーイ。